YouTube っていうのは1回で平均3動画、 TikTok の場合は220とかっていう数字になってるんですよね。違いは何ですかって言ったら、白坂慎太郎です。今回は TikTok 史上最速で10億人を突破というテーマでやっていきたいと思います。でまず TikTok っていうのは、まあ、アプリ、サービスの名前なので、まあ、企業ですね、まあ、バイトダンスという企業から簡単に確認してみたいと思います。まあ、企業の名前はバイトダンスという企業ですね。まあ、中国の企業ということになります。まだ創業8年ぐらいというすごくね、まあ、若い企業なんですけれども、まあ、実際まだ上場はしてないんですね。上場はしてないので、まあ、一般市場公開価格での時価総額っていうのはついてないんですけれども、その前にですね、まあ、機関投資家、まあ、日本だったらソフトバンクグループとかが、まあ、3000億円ぐらい、バイトダンスには投資してますけれども、まあ、そういうソフトバンクグループみたいな機関投資家が、まあ、出資している、まあ、その株価×株式総数からすると、まあ、時価総額で言えば10兆円を超えているということですね。まあ、市場公開されている価格ではないので、実際こうバイトダンスが上昇した時に時価総額がいくらつくかっていうのはちょっとまだこの時点では何とも言えないんですけれども、まあ、その上場前の機関投資家たちからの評価という形で言えば、創業8年にしてもうね、時価総額10兆円という、評価になっている、まあ、すごくここ 3,4 年で、まあ、最も伸びた企業の一社ということになっています。はい。で、一番最初はこのね、トゥティアオという、まあそういうね、ニュースアプリというのを、最初に、リリースしてるんですね。で、このトゥティアオっていうのが、まあね、結局こうスマホで見たときに、まあね、ニュースがたくさん見れるという、アプリで、まあ収益源は広告です。だから、そのトゥティアオっていうね、ニュースアプリをたくさんの人が、見て、その、たくさん見てる、ところに、まあ企業の広告が出てきて、その企業からの広告収益っていうのが、まあバイトダンスの一番の収益源というふうになっています。で、この収益っていうのはね、トゥティアオによる収益っていうのが、まあ、中国のネット広告ですね。中国のネット広告で言えばもうね 22% の率ということになっています。一番はアリババなんですよね。一番はアリババが最も大きな、まあ、広告収益っていうのを得ているんですけれども、トゥティアオっていうのはね、22% ということで、アリババの次ぐらいに、まあ、大きく、広告収益を得ることができているということなんですよね。で、アリババが、まあ、時価総額をね、約50兆円ぐらいになっているので、まあ、バイトダンスが、まあね、未上場とはいえ10兆円というような機関投資家の、評価になっているということです。で、こっちの方で広告収益っていうのはすごくたくさん得ることができているので、この収益源を投資するということで TikTok っていうのを今一生懸命こう、ねアプリとして育てているということですよね。これはもう動画投稿アプリということになります。で、この動画投稿アプリの TikTok っていうのが史上最速で10億人を突破したということですよね。要するにこう、ね、TikTok っていうのをダウンロードしている、まあ、ユーザー数っていうのが10億人を超えているということです。で、最速っていうのはどれぐらい速いかっていうことなんですけれども、まず全世界ですね。全世界で見たときに、Facebook、Instagram っていうのが、まあ、延べ10億人を超えたのが、まあ、約7年ということになっています。それに対して今回のテーマである TikTok が10億人を超えたのは約3年半と、商品、アプリを提供し始めて約3年半ということになりますので、まあ、Facebook、Instagram に比べて、まあ、2倍速で10億人まで到達しているということですよね。だから今一番勢いがあるアプリということが言えると思います。まあ、ちなみに世界と日本というのは、まあ、ややちょっと傾向が違うんですけれども、日本の場合は、まあ、スマホアプリといえば、まあ、LINE が延べ8300万人と、ね、Twitter が4500万人、まあ、Twitter とか、ね、全世界的には3億3000万人ぐらいしか利用者がいないんですけれども、まあ、日本の場合は LINE の次が Twitter ということですよね。で、インスタが3300万人、Facebook が2600万人ということで、まあ、TikTok は今この動画を話している時点では950万ということなので、まだね、上の LINE とか Twitter に比べると、まあ、利用者が少ないんですけれども、まあ、これから伸びることが、まあ予想されている、アプリということになります。はい。で、まあ、Facebook、Instagram っていうのは、まあ、アメリカの企業なので、アメリカを中心に北米、そしてその全世界という広がり方をしてますけれども、TikTok っていうのは中国の企業なので、中国で広まって、そしてインドで広まったんですよね。だから、TikTok ユーザーの1位は中国人ですけど、2位はインド人なんですよね。で、そこから、
アメリカとか日本に広がっているということで、ちょっとね、地域によってその広がり方の Facebook、インスタに比べると違うというところは少し確認しておきたいと思います。はい。そしたら今回はですね、2つの時代の流れというのを確認してみたいと思います。はい。時代の流れということで、一つはですね、文字の時代から写真の時代、写真の時代から動画の時代という時代の流れになります。なので、インターネットって言えば、最初はホームページとかブログというものだったんですよね。何か Google で検索します。Yahoo で検索します。出てくるのは何が出てきますかって言ったら、ホームページとかブログが出てくるということです。それはなぜかって言ったら、インターネットの最初の主役は文字であり、ホームページ、ブログだったからということになりますね。はい。それによって、まあ、例えば、ツイッターというのが出てきましたということですよね。まあ、ツイッターというのがアメリカで流行って、そして北米で流行り、そして日本にも流行ってきたということです。で、ツイッターというのは、まあ、結局、今現時点で、まあ、3億3000万人ぐらいの利用者ということですよね。はい。そして、今度は文字と写真の中間ということで、ね、文字も投稿するし、写真も投稿するということで、Facebook っていうのが、まあね、出てきて、これが、まあ、今、全世界で一番の、SNS、ソーシャルネットワークサービスということで、まあ、延べ25億人ということですよね。はい。そして、インスタ。まあ、こっち、インスタの場合は、Facebook が文字、写真っていう、両方っていうところから、まあ、かなりもう写真というものに特化したものということになりますけれども、まあ、インスタっていうのが出てきて、Instagram ですね。はい。これが、まあ、10億人ということですよね。そして、これからは動画の時代ということで、まあ、YouTube が、まあ、19億人。そして、TikTok が10億人を超えましたということですよね。で、まあ、この YouTube と TikTok に関しては、まだ伸びるということが、すごく期待されている、まあ、媒体ということになります。で、一つの時代の流れっていうのは、今度は文字の時代、写真の時代、動画の時代ということですよね。はい。そしてもう一つの流れっていうのは、今度はオフコン、パソコン、スマホっていう時代の流れになります。まあ、機械がどんどんこうね、小さくなっていってますけれども、オフコンっていうのはオフィスコンピューターですよね。まあ、例えばディスクトップ型で、まあ、かなりこうね、大きな、本格的なパソコン、コンピューターということになりますけれども、オフィスコンピューター、オフコンですよね。まあ、ここは最初にホームページっていうのが一番最初、まあね、作られていたということですよね。まあ、ただ、実際今、オフィスコンピューター、オフコンとかディスクトップ型っていうのは、まあ、かなり割合としては小さくなって、代わりにパーソナルコンピューター、パソコンということで、もうね、どこにでも自分でカバンに入れて、まあ、コンピューターを持ち運びできるようになったということですよね。まあ、それで、まあ、Facebook とか YouTube っていうものが、まあ、どんどん全世界的に広がっていったということですよね。なので、まあ、Facebook と YouTube というのは基本的にはパソコン画面で見るというのが最初の設計になっています。もちろん今は、ね、Facebook もスマホで見れるし、YouTube もスマホで見れるんですけれども、もともとの最初の設計っていうのはパソコンで見るっていうのが、まあ、もともとの設計になってたということですよね。それに対して最初からスマホで見ることを前提としているのが、まあ、インスタと TikTok というものだということですよね。だから、まあ、スマホっていうのが、まあ、一番時代の流れに、まあ、乗っているということになります。で、YouTube と TikTok っていうのは両方とも動画っていうことになるんですけれども、一番の違いは、もともとは YouTube っていうのは最初はパソコンで見ることが前提でしたということです。だから具体的に言えば横長なんですよね、動画が。基本的には。YouTube っていうのは横長でパソコンで見ると。そしてその人が、例えば机ですよね。机と椅子があって、その机にパソコンを置いて、椅子に座って YouTube を見るというのが、まあ、前提の、まあ、設計になっています。それに対して TikTok っていうのはもう最初からスマホなんですね。最初からスマホで見るというのが前提です。だから縦長の動画なんですよね。しかもパソコンとスマホっていうのは使う場所が違いますよね。パソコンっていうのはどっちかっていうと室内で使うことが前提です。室内で。なので室内で結局机があって椅子があってパソコンを置いて何かを見るという形になってますよね。だからある程度長い動画だったとしても成立するんですよね。まあ、ちょっとね、じゃあ YouTube 見ようということでまとまった時間っていうのを YouTube に使うというのが前提になっているので、ある程度長い動画だったとしてもいいということになります。人が室内で過ごす時間
間が長くなればなるだけ、伸びていくっていうのが、Facebook だったり YouTube だったりするということですよね。それに対してスマホっていうのは、もうなんかね、外出先とかで、もう気軽に、あ、ちょっと今ね、1分時間があるとか、2分時間があるとか、ちょっとね、本当に隙間時間でパパパパっていうふうに見たいという時に、すごく利用時間が伸びる媒体ですよね。そうなった時は、スマホというのが使われるということになります。だから人が自宅にいればいるだけ、外出をしなくなればなるだけ伸びるのがパソコンで、逆に人がどんどん外出すればするほど伸びるのがスマホということになります。で、 YouTube と TikTok の違いっていうことで言えば、横長の画面なのか、それとも縦長の画面なのかっていうことと、あとは動画の長さですよね。隙間時間で外出先で見るっていうことを考えると、15秒とか1分とかっていう、動画になっていくということですよね。それに対して、机があって椅子があってしっかりと見るということになると、YouTube っていうのは、例えば10分、15分、20分、もっと長い動画っていうのも、十分成立するということになるわけですよね。実際、YouTube っていうのは一人平均で、1日約3動画見るというふうな、統計が出てます。一人当たり 1回こう YouTube っていうのを、見た時に、1回で平均3動画っていうふうな、数字っていうのが出てたりしますけれども、 TikTok の場合は220とかっていう数字になってるんですよね。要するにもうスマホでバーッとこうね、動画をなんかこうひたすらめくっていくっていう感じなので、一本一本の動画をこうじっくり見ていくっていう感じじゃないんですよね。だからどんどんめくられていくっていう感じで、気がつけば TikTok を1日なんか220動画ぐらいめくったみたいな感じになるわけですね。だからその YouTube と TikTok っていうのは両方とも動画の時代っていう流れに宿っているわけですけれども、じゃあ違いは何ですかって言ったら、もともと設計がパソコン向けだったのが YouTube で、最初からスマホ向けで作られているのが TikTok っていう違いがあるということです。なので時代の流れ、文字、写真、動画で TikTok で、オフコン、パソコン、スマホで TikTok ということになります。だから TikTok っていうのは動画の時代という流れにも乗っていれば、スマホ向けっていう流れにも乗ってるっていうことで、史上最速で10億人を突破したということですね。はい、今回のテーマで私たちが学ぶことができることっていうのは、やっぱり時代の流れに沿ったことをやる、もしくは時代の流れに沿った商品サービスに投資をするということがすごく大事だということなんですよね。またこう過去の時代に遡ってね、それがこう流行ったり流行していくってことは、ありえないんですよね。もう一回みんながね、文字中心でね、なんかインターネットを楽しむとか、もう一回みんながね、すごくオフコンっていうオフィスコンピューターっていうがっつりしたパソコンでね、仕事を始めるってことは、考えられないっていうことなんですよね。やっぱり伸びるっていうものは、伸びる商品、伸びるサービス、伸びる企業っていうのは必ず時代の流れに沿ってるということです。今回で言えば動画、そしてスマホですよね。この2つの時代の流れに沿っているものだからこそ TikTok っていうのは史上最速で10億という形で伸びたということを改めて確認できたなというふうに思っています。はい、もし今回の動画ですね、あなたの役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あなたのとても貴重な時間にて、この動画を最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。